カラジャイ・チェルケス共和国は、ロシア連邦に属する共和国。首都はチェルケスク。北カフカース連邦管区に含まれる。面積14,100キロ平方メートル。南にジョージアと国境を接する。ロシア連邦内では、西にスタブロポリ地方、北にクラスのダル地方、東にカバルダ・バルカル共和国と隣り合う。領域の 約8割が大高化さす山脈に連なる山地であり、カバルダ・バルカル共和国との境界上に、ヨーロッパ最高峰のエルブルス山がある。172の川が流れ、主なものは、クバン川、ダイ・ゼレンチュク川、ショー・ゼレンチュク川、ウルプ川、ラバ川など、アクサウト川、テベルダ川など、130ほどの湖がある。1月の平均気温は低、摂氏3.2度、 7月の平均気温は摂氏20.6度。年間の平均降水量は、平地で5 5 0ト、mm、ル、山間部で2 5 0 0ト、mm、ル。石炭、花崗岩、大理石、金、粘土などを算する。光線が豊富で、温泉も多い。アルヒズ産地起源前2世紀に、イラン系遊牧民サルマータイがヨーロッパに移り、スキタイを駆逐して、チェルニャコボ文化を築いた一方、 アラン人はこの土地に残っていた。最初の千年期はアラン人の国であった。当時の遺構が多く残っている。歴史的にクバーニと呼ばれた地方である。19世紀前半にロト戦争が終わり、1828年の講和条約アドリアノープル条約締結により、現在のカラチャイチェルケス共和国の領域はロシア、帝国領 RU のクバン州に併合された。 コーカサス戦争では、住民が激しい抵抗を行ったが、チェルケス人虐殺で鎮圧され、戦後には、ムスリム住民が、オスマン帝国へ、人口移動された。1918年のロシア革命後、4月1日に、クバーニソビエト共和国となり、5月28日に、クバーニイコール国会ソビエト共和国となった。7月5日には、北、カフカースソビエト共和国となり、 12月には、白軍南ロシア軍が占領した。1921年1月20日に、山岳自治ソビエト社会主義共和国となった。1922年1月12日に、カラチャイ・チェルケス自治州が作られた。1926年に、カラチャイ自治州とチェルケス民族管区に分離。チェルケス民族管区は、1928年4月30日に、 チェルケス自治州に昇格。1943年、カラチャイ自治州は廃止され、第二次世界大戦で、男性人口の半分がドイツと戦ったにもかかわらず、ヨシフスターリン政権によって、カラチャイ人住民はカザフスタンに送られた。1957年1月に再びカラチャイチェルケス自治州が設置され、カラチャイ人たちは、帰郷を許された。 1989年、アブハジア紛争。1991年3月に、カラチャイ・チェルケス・ソビエト社会主義共和国となり、ソビエト連邦解体に伴って、1992年8月14日、アブハジア戦争が勃発。1992年12月に、カラチャイ・チェルケス共和国に解消された。人口は439,710人。 人口密度は31.2人、軽平方メートル。住民の民族構成は、ロシア人、トルコ系カラチャイ人、チェルケス人、アバザ人、ノガイ人など、80を超える民族が暮らすと言われる。全人口の44%が都市に暮らす。平均年齢は33.2歳、127,488個。近年の調査では、 ロシア人の割合の低下が顕著であり、1990年代以降の北コーカサス地方の政情の不安定化、経済状態の悪化などが原因と考えられる。また、チェチェン紛争の際に、野外人の人口を上回る約2万人のチェチェン人難民が流入した。大統領制。共和国議会は定員73人で4年に一度選挙がある。民族間の対立が常に、 大きな問題である。1999年5月、初めての大統領選挙が行われ、カラチャイ人候補ウラジーミル・セミオーノフが、チェルケス人候補スタニスラフ・デレフに勝利した後、セミオーノフ人への不正を指摘するデレフ支持者による大規模な抗議行動が起こった。裁判所は選挙結果を有効と判断し、共和国の分離を唱える数千人のデレフ支持者によるデモが続いた。 2001年、自動車爆弾によるテロが起こった。チェチェン過激派の犯行と考えられている。首都、チェルケスクは、国土の北端にある共和国は8つの地区に分けられ、4つの都市と140の集落がある。主な産業は、首都、チェルケスクに集中している。北部では、化学工業、自動車工業、畜産などが、南部では、最高、木材加工、 洋羊が盛ん。南部の山々への登山者や、デベルダなどの保養地からの観光収入も大きい。この地域は、モスクワ時間帯の標準時を使用している。時差は、アトックプラス3時間で、過時間はない。http:/www.iel.et/.agrarians。 T. U. D. I. E. S. ペーパーズスラ N O X C H I. ドットピーディエフイーエルイーユー N I V E R S I T. ワイペーパー。ありがとうございます。